えとそれではですね、えーと、第1部、座談会の方を始めたいと思います。であの今回のテーマは、あの少しです、ね、皆さん方にあのチラシをです、ねえー、お配りをしていたときに、まあ、こんなふうな文章を書かせていただいているんです。えー、和本や崩し字を用いた授業は果たして可能なのか、いかにして可能なのか、改めて考えてみませんか。えー、古典教育、和本、崩し字、エールなど、 多様な切りり口から登壇者ととともに振り返ってみたいと思い思ます今だからこそできる古典の授業の可能性について共に語り合いましょうという、まあ、こういう呼びかけなわけです。でそのそれぞれの専門家ということで4人の先生方を招き皆さん方を招きをしているということになりますのであのそれぞれ これからですね自己紹介も兼ねてまさに古典教育に新しく切り込んでいくそういう意味で和本と崩し字を用いたこういう授業の可能性として私はこういうことが一点言えるというところをですねまずはご披露をいただきましてその中で用いられている言葉をキーワードにしながら 座談会を進めていきたいというふうに思っておりますこの天使会は楽ですはい、それでは第一バッターとして中島ひとみさんにこちら側から参りますお願いをしたいと思います、えー、皆さんこんにちは 国際キリスト教大学小手切りの会には以前あの基調講演のような形でお話をさせていただいたこともあったんですけれどもオンラインでしたので今日初めて皆さんとこういった形で対面でお会いすることができてとても嬉しく思っていますしかもこの、ね、場所がまた京都っていうあのやっぱ京都ってすごく 古典っていうことを考えると特別なというかもう特権的と言ってもいいと思うんですけれどもあの場所だなと思って、まあ、その、えー 昨日ね、ちょっと御所の方も計画したりとかいろいろ見て回ってたんですけど、まあ、その建物とかが残ってるってものそうだし、あと地名ですよね、あのやっぱりその古典の世界と地続きで今があるっていうのをすごく感じられて、まあ、こういうところで暮らしてたら、その古典っていうものとの向き合い方もまた少し違うんじゃないかななんて思って、大変羨ましく思ったわけですけれども、まあ、羨ましがっても言ってもしょうがないので、えー、じゃあ、あのー、 京都じゃない場所でもどんなことができるかなということで、えー、いくつか、まあ、ちょっとやってみたこととかをご紹介しようかと思うんですけれどもあのこちらの本の中でもあのこういうのはどうでしょうかというアイディアをいくつかご紹介させていただいているのでまた、えー、見ていただけたらと思うんですけれども、まあ、あのこちらにも書いたようにあの結構古典は本当に必要なのか。 でえー、まあそういう名前のシンポジウムもあったように割とこう問われがちなのが古文漢文古典っていうものだと思うんですけれども、まあ、そう言わせちゃっているこちらもやっぱりその授業の面白みとか、えー、これは役に立つなみたいな実感っていうのをもうちょっとなんか上げられる授業ができたらいいんじゃないかなっていうのは日々思っていることなんですけれどもここ何年かでやはり飛躍的に変わったと思うのはデジタルアーカイブの使い方といいますかあのその使い勝手が非常に 良くなっであと後で後ろで触っていただくように和本のその実物の強さっていうのもあるので、まあ、そういうのを使えるっていうのも一ついい,いいと思うんですけれども、まあ、あの画像データだけでも結構いろいろな面白いことができるなっていうふうに思います。えっと、最近実際にやってみたのではですねあの天草本の磯穂物語のデータが結の 国立国語研究所のホームページからあのダイエット所感像の、えー、もうパブリックドメインになっているのであの画像のリンクが貼ってあるかと思うんですけど、まあ、それをちょっと配って、えーとあまあ、面白いですねローマ字で書いてあってしかもまあちょっと合、あのー、法が新しいので生徒、あのー、から見るとちょっと破格なところも結構あるんですけど、うん、まあでもあの古文の知識があると結構読める。 それこそ読める読めるぞっていう感覚をあの味わってもらうには大変面白い資料で、えー、とそれでまあみんながよく知ってるなんか都会のネズミと田舎のネズミとか、まあ、そういう有名なお話を読んで、あのー、ちょっと本事してみようみたいなことをやりましたで、えー、とプラスで崩し地の方もついでにっていうのであのまんじゅえいリボンの、えー、もうやあれはどこで もらってきたんだったかなえっ、ー、とこ、えー、まああのジャパンサーチとかであの探していただくとすぐ見つかると思うんですけれどもそれもやっぱり画像データがあの入手できるので、えー、同じ話をそれで、えー、比べて読んでみるとでやはりローマ字に比べるとちょっと とにかく種類が多いですからあの、まあ、いろいろこう参照しながらでもなかなかこれがこれだっていうのを見つけられないんですけど、まあとで多分ご紹介あると思いますが「ミオ」っていうあの読み取りのアプリを使ったりとか何な,ならあの岩波とかででで出てる報告されたものでちょっと答え合わせをしながら「ああこれはタだったんだ」とか「なんかこれはカだったんだ」とかって言いながら、まあ、読む、えー、それだけでも結構楽しくて盛り上がるという感じであの興味をこう 喚起するという意味では、あのとコマそんなことをちょっとやってみるっていうだけでも、かなりあの楽しめるんじゃないかなというふうに思います、まあ。そこからさらにどういうふうに発展させていくかっていうのは、またあのいろいろと、えー、ありうるかなと思うんですが、まあ、一つのアイデアとしてご紹介してみました、はいえー。また今日は皆さんからもいろいろとご視聴いただけたらと思いいまますすよろししくお願いしますありがとうございます。 もう何かあのこういう方向だよみたいなことをお示しいただいたと思うんですけれどもあの、えー、中島さんはそういう,こう古典教育国語教育の分野の中で非常にこう斬新で、えー、前衛的なそういう <laughs> ちょっと言い過ぎ、えー、試みを、えー、していらっしゃる方ですのでやっぱりそういう中島さんがこういう和本とか句の指示っていうふなものをどういうふうに 見ておられて、それをどういうふうに取り組んでいくことができるのかなというようなことを。提言していただけるというのは、もう誠に心強いというふうに思っております。よろしくお願いいたします。それでは、佐々木さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。えー、慶應義塾大学附属研究所指導文庫という、ちょっと長ったらしい名前の。ところに所属しております、佐々木孝弘と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。えー、あのー、私は昨年、あの、えー、その。 講演をさせていただいた内容を今回のこの本の和本のポテンシャル、教材としての古典籍利用の可能性ということでまとめさせていただきました。あの、まあ私のその出張したいところはここに書いてありますので読んでいただければと思うのですけれども、改めて私があの今日一番こう強く訴えたいのは、そのもちろんこの国語教育に利用するというのがまずまあきっかけというかですね、それとどまるものではなくて、和本に触れるということは、 もう本当にあの何でしょうその人間の人生にとってとても素晴らしいことにもつながるというかですねその辺りをちょっとこう説明させていただきたいと思います。 そのいきなりこうなんかぶち上げといて非常にこう暗い話になるんですけども私あの,私はのその指導文庫というところは簡単に申しますと漢字を使っていた国々の古い書物を研究する、まあ、珍しい研究所になります中国朝鮮半島そして日本それからあとベトナムの中国王朝の本なんかもあ,のあるわけなんですけども、まあ、こちらを研究する研究所でございまして あの勤務してもう27年ぐらいになりましてですねそれぐらいにも結構経ったんですけどもこう勤めた頃はですねそのまあ書士学と呼んでますけどそういう書物の特にその日本の書物の研究っていうものはもう未来がないと暗いと <laughs> あ<の> <laughs> 本当にヤンバルクイーナーかドボンコかっていうぐらいな感じで大丈夫かなって本当にあの悩んでた時期があったんですね。 それがあのだん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 すごく風向きが変わってきたと申しますかあのえー、とか自分でも信じられないようなぐらいにこう書学それはもう先ほどの中島さんのお話にもあったようにやっぱりデジタルの、ね、技術の発展でその当に画像がこう提供されるようになった。 で最初の頃はあの白黒のなんか見えづらいものだったりしたんですけどもそれがあれよあれよという間にカラーの高精細のものになってこういろんなこう拡大したりとかですねそんなことができるようになりまして。 でこれはまあ研究とかまあ教育とかさまざまなものに利用できるというふうに状況が変わってきました。でさらにその、それがです、ね、あのまあ日本国内の問題かと思っていたらそうでもなくて、結構その日本、あとでまた後ろでもご覧いただければと思うんですけど、あの日本当本いうものは本当にあの面白いんですね。それから美しいんです。 そういうこともありまして結構海外にですねそれこそお土産で買って帰ったみたいなレベルのものから、まあ、いろんな目的でこう買い集めたものが海外の大学美術館博物館等のまあ図書館等にですね大量に所蔵されているということがまあ徐々に明らかにもなってきてでまたその海外はそういう自分のところを持っているものをきちっとこう公開するっていうようなところの意識が高いものですから どこのその機関もそういうまた高精細の画像を提供するようになってきたわけなんですね。で,ですのであの、まあ、日本語でも検索できますけどぜひそのローマ字検索すると海外のものに例えば現地物語とかですねでやると結構いろいろ引っかかってきたりとかですね楽しめると思うんですけどもあこんないい本が海外にこんなにたくさんあるのかっていうのをぜひ感じていただきたいと思うんですけども。 でまた海外はそういうデータを公開するときにきちっとそれがどういうものであるかというまあ情報ですね、まあ、メタデータとか言いますけれども、そういうものを付すっていうのがやはりこうまあルール化もされてるし、意識が高いでこれ、その点、ちょっと日本はこう画像さえ出しておけばいいやみたいなところが強いのがちょっと残念な今後の課題だとも思うのですけれども、と、まあ、もかくそういうのがこう公開されてるんですけども、そうするとやっぱりその。 分からないとだけどじゃあ分かる人がそんなにたくさんいるかっつうとそうでもなかったりするのでぜひ知りたいっていう方こともあってその日本の書物を所蔵されている大学の図書館等の,その司書さんたちがですね非常に熱心に和風について勉強したいというような思いがおありになった時にちょうど私そのまあ調査で伺ってた時にそういうお話があって。 あそれではっていうことで、あの、こう、英語もろくにできないんですけども、海外に出かけてって和本について、あの、基本的にこういうところを見てやると、いろいろわかりますよ、みたいなお話をさせていただいていたんですね。でまあの、ちょっともう話はこちらを読んでいただければと思いますけども、ちょうどまあ、オンラインで、その、大学の授業みたいなのを公開するっていうようなことも、こう、始まってきた時期でもありましたので、それで和本とか和紙とかっていうものの、こう、まあ、基本的な見方を、豊富な画像を、こう、 ととに説明するという、しかも一応私は日本語で話してるんですけども英語のテキスト付きであの学べるというものを公開しましたら、まああのまあ、世界の人口の2万5千人って大したことはないと言えば大したことないんですけど和音だけで2万5千人で170カ国以上の人が受講するっていうのはこれはやっぱり 大変なことではないかというふうにも思いましてですね、それで改めて、あ和音っていうのは本当に日本のすごい財産なん,なんだなというふうにも思うようになりました。であの海外の日本研究のどんどん盛んになっている部分もあると言いますしまたその和音なんかに興味がますます高まってきているというような時でもあるんですね。そうしますと、 日本の学校教育の中でこう、まあ、国語を教えるためではあるにしてもその和音に触れていくっていうことは結局日本文化っていうものを理解することにもつながるっていう側面があってでやはり日本のことを理解していくことって今後のますます国際化が進む中に、まあ、よく言われますけども本当に海外に出てその海外の,その美術館博物館にある日本の古い本のことをちょっと簡単に説明するぐらいのことができたりするとですね、うん、こういろんな意味でこう得するところは絶対あるはずだと思う 思うんですねそれからまた海外でそういうことを学んでおられる方もたくさんおられますので一緒に学ぶっていうようなこともこうできるとも思いますのであの本当にこう最初の入り口でちょっと触れるだけでも随分違って意識が違ってくると思いますのでぜひあの本当にあのなかなかね限られた授業の中で活用するっていうのは難しいっていうのはもうよく分かるんですけどもちょっとこう触れてもらうだけでも随分 その生徒さん、学生さんたちにとってはいい経験になるんだろうと思いますし、それでもそ,のそういうのをこうネットで見られるよみたいな形でもう自分で楽しんでもらえればと思います。だからあとちょっと長くなりましたけども、も京都は本当にあの古本屋さんもたくさんありますしまた神保町は世界で最大のまあ古本街と言われてて、本当にですねあの海外に出かけてみて分かりますけども、例えば今でもですね、あの店頭にですね、あの 17世紀1600年代の和本がですね、本当に安いと100円で売ってるんです。本当です。<laughs> まあ、みんなが会ってるとなくなるかもしれませんけども、<laughs> ね、こんな国、他にありませんよ。 だから日本はそのです、ね、天然資源はこう、ね、少ないかもしれないけどもある種文化資源というかこんな贅沢な国は他にないと思うのでそれを生かさないというのはもったいないと思いますのでぜひ一緒にそれを生かす方法をですねお話しできればと思います。本日よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。おやるのは損ですね、はい。というふうなお話だったかと思いますけれども。あのー まあ佐々木さんはずっとこう今お話の中にもあったようにやっぱりこう海外とのこうつながりっていうふうなものの中でもやっぱ実践的にいろいろなことをお話しされそして向こう側からフィードバックをもらいながらえそうしてこうどん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 こうこう書士学そのものの進化えそしてまた普及えそういうふうなところにも尽力をなさっておられますのでえ今回もそういう、えー さらなる展開を示していくというふうなね、そういうことを期待したいと思います。はい、それでは引き続きまして、井倉さんにお願いします。皆さん、こんにちは。大阪大学を昨年定年退職いたしまして、今は大阪大学将兵教員という身分の井倉と申します。えー、と私はあの、くず指示教育については、あの学会でそれを、こう、 やっていこうということの、まあ、当初から、まあ、関わっておりまして、えーまあ、その間にですねあのちょっと京都大学の個人研究会っていうところとちょっと縁があって、えー、で、まあ、その個人指研究会の人と話している間で崩し、えー、指示を簡単に学ぶことができるアプリがあればいいなっていう話になりましてで、まあ、あのクーラという、えーまあ、あのスマホで 勉強できるアプリを開発することになったという、まあ、そういうことで、まあ、一応、えー、クーラーの開発チーム代表ということで、えーまあ、ここの小手切りの会にもですね基調講演などをさせていただきましたで、まあ、この小手切りの会っていうのはその和風指示でこう授業をやっていこうということなんですけれども、まあ、基調講演の時にもお話しさせていただいたのはですね まああの先ほど佐々,木先生もおあ佐々木さんもおっしゃってたように、こんなにその和本が残っている国は珍しい,古い、古い本がですね、っていうおっしゃったんですけど、なんで残っているかということを考えますとね、やっぱりそれをその大切にして、法政に伝えようとする意識がないと残らないわけなんですよね。 実はまあたも,ものすごいたくさんの本が消失したり散逸、えー、している中ででもこれだけの本が残っているというのは過去の人たちがやはり残そうとして関わってきたわけなんですよね。でそれはなぜかっていうとやっぱりそこにすごいこう可能性が未来の人にもきっと役立つだろうというその可能性を見たからなわけですよね。でも現在の私たちはその和本を、まあ、ある意味宝の持ち腐れ的にしか あの持ってないなわけですよねだからやっぱり崩し字が読めればそれは一気に、えー、資源になるわけです。だから崩し字を読む必要がある。まあ、こういうふうに和本と崩し字っていうのは非常にこう密接に関わってくるわけですよね。でそこでこうあのやっぱり子どもたちにも、えー、そういうことをこう教えていきたいわけですけれども、まあ、どうやって教えていけばいいのかっていうのがこの回のおそらくコンセプトだと思うわけですね。でまあ、いろんな方法が あるわけけなんですけれども、まあ、私はあの子供たちって言ってもあの大学生にしか、あるいは留学生にしか教えたことがありませんけれども、私がやった一つの方法としてはです、ね、マイワホンというのを、ねえー、子ども、えー、学生に持たせるという方法ですね。これはまあ1つはあの2回やったことがあるんですが、1つはその古本市に行ってきてもらってですね。えー 必ず1000円以下で本を買ってきなさい。まあ、必ず買えるんですね、古本市に行けば。というのを1回やったことがあります。で,でもですね、やっぱりこ,この古本市に行ってあの、必ずしも買えないってことが出てきました。<laughs> そうするとですねあの、やっぱりこっちに揃えてあげなきゃいけないってお話になりまして、まあ、それであのやった方法っていうのは、まあ、京都の大変こう安い和本を売ってくれるところにですね、相談して。 これは実は私の,あの家内がその方法で授業をやってたのをパクったんですけれども <laughs> あのその、まあ、本屋にですね、まあ、1冊に300円ぐらいの本を何十冊ぐらい見繕って送ってくださいというふうに言ってですね、でまあ、学生にもちゃんとじあの自腹で200円300円を払っていただいてで自,自分で傷むことで,ですねところを傷めることでこう本が大切に。 感じられるってこともありますので,でそれでマイワホンというのをう、えー、持ってもらってでそれをですね、まあえー、解体してもらってそして改めて糸で閉じるワトジのべ練習をするってまあそういう、えー、ふうにして、えー、やったことが1回あります、えー、そして、まあ、レポートはワトジでワトジであの打って出してください、えー、そして、えー、台線、まあ、表紙ですね表紙の えー、タイトルは、そこだけは崩し字で書いてある、まあ、そういうレポートをやったことがある、まあ、これ一つだけですけれども、そういうことをやったことがあるということを、まあ、一応紹介して、私の紹介に返させていただきますありがとうございます。おお面白いですね。あのい、いくらさんといえば、もうクーラーの開発代表やから、まあ、その方面もに大変詳しいと。 同時に上田明成の研究者ともあり、そして上方の文化人の研究みたいなものも全部合わせてやっておられるので、非常に広い視野で物事を見ていくというようなことができ、なおかつ研究と教育みたいなもうなをうまくブリッジしていこうというふうなお考えをお持ちであるというところが、誠に心強く私なんかも感じております。 えー、それからちょっと紹介していただいたマ、まあ、イワフォンなんていう話もね、この前ちょっと打ち合わせのところに喋ってたんですけど、いや、僕はそんなにはあんまり実践してないからね、とかいうふうなことをおっしゃってたんですけれども、そんなはずはないというふうに思っておりましたら、な、ま、るほど、そんなはずはなかったわけです。はい、えー、楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。えー、それじゃあ,あの、平野さん、お願いします。 帝京大学の平野です。よろしくお願いいたします。えっと私は今までの固定切りの会はあの三あのー 前回の時にコメンテーターとして参加させていただきました。で今回の,あの本にはあの寄稿はしていないんですけれどもこれまであの何度か何度もあの会自体にあのオンラインでこう画面で参加して刺激を受けてきた立場です。ですのでちょっとお手切りの会そのものとは少し離れたという少し離れた立場からでもすごく志が共感するところがあって今日お呼びいただいたのかなと思っています。えっとまず 私なんですけれども、これまで崩、えっと、し字を教えた経験といいますのは、全人口が短期大学だったので短期大学の学生に教える、それから出張授業みたいなもので中学生に教える、でそして大学生に教える、まあ、大学院生に教えるというような形で崩し字を教えてきました。でまああのど どういうその年齢ですとか、そういう立場が違っても、くずし字の教え方っていうのは基本的なところはつながっていて、興味っていうのもみんなやっぱりすごくくずし字、あるいは和本にすごく興味を持ってもらえるんだなっていうのはあの実体験としてあのすごく感じてきています。私はは今日はあのアクティブラーニングあるいは そのアクティブラーニングの中の,あのプロジェクト・ベースラーニング PBL というのを実践してきている立場でこちらに呼んでいただいているのかなというふうに思いますでもともと私中世文学の研究者なんですけれども最近はあのおみくじの研究をしていましてでなぜおみくじの研究をしているかといいますとその短大に勤めてました時に学生に古典文学を教えるって結構 なんというかハードルが高いと言いますかちょっと前もう,もうでも20年とか30年とか前だと思いますけども。 まあ教養としての古典文学を学ぶっていうのがそれ有効だった時代にはあの短大にも国文学科日本文学科がたくさんあったと思うんですけれども今はもうほとんどないんですね。で私が勤めてたところも実は私があもう今亡くなってしまって4年生大学になってしまったんですけれどもだからちょっと私はその古典文学を自分が教えるっていうことが一体どういう意味を持っているのかなんか自分の存在意義みたいなものを 短大で8年ほど勤めてたんですけれどもずっと問い続けてきたように思います。でその中でなんかおみくじの中に和歌や漢詩が書いてあるっていうので、まあ、こういう日常に根ざしたものであれば。あのー 大生も興味持ってくれるんじゃないかなっていうので始めましてでそれがどん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 あのつながってきているっていうことですで崩し茶は本当おみくじのつながりっていうことを考えていきますとおみくじをいろいろこうについて調べていくうちに昔江戸時代には若占いっていうのがあったまあ歌うらっていうんですけれどもで若占いのにテキストがあるっていうことに気がつきましてでそれを読んだ時にあこれ これは例えば500年、まあ、江戸というか、マムロ町のものだと500年ぐらい前、江戸のものだと、まあ、200年、300年前のものなんですけども、あこれ、今でも占えるなっていうふうに思ったんですね。でそれはやっぱりしが読めて、あ これ使えるっってて、いう,ふうに思ってでそれでその若占いの歌占のテキストなんかをいろいろ探し始めてそれを実際に現代の人の悩みに合わせて占うっていうことをしてきました。 でまあ、あので今、若占いをなん、ね、とか普及したいなと、<laughs> 江戸時代までは、まあ、あ,のあったんですけれども、それを現代にもっと大きな形でもっとみんなに役立つ形で若占いを普及したいっていうふうに今思っていろんな活動をしています。でじゃあ、例えばどんな活動をしているかっていいますと、まず一つはその「生命歌うら」というあの江戸時代の、まあ、本当に小さな本なんですけれども、若占いの本がありまして、それを、 ああ生命っていうのは実はインターネットでオンラインでも占えるようになっているので後でぜひ占っていただければと思うんですが <laughs> 生命っていうのはひらがなで歌うらっていうのは漢字でそれでグーグルでクリックしてもらうと出てきます。でえっと、それは江戸時代の和本をあのオンラインで占えるようにしたもので,で大学のゼミの学生と一緒に、えー、本国をしてですね崩し字を読んで,でそれを現代語訳して。 でそれをまず学園祭で、あの大学の学園祭で実際にたくさんの方に来ていただいて、やってもらったんですね。まあ、2日間で1000人ぐらい来る、かなり人気の展示でして、でそれをやって、なんかフェイスブックでゼミのページがあるんですけれども、それを宣伝っていうか、報告していたら、あのー、皆さん、ジャパンナレッジってお使いでしょうかね、そのジャパンナレッジの中に、あの角川書店の国家、チン国家体感という和歌のデータベースが入るっていうふう ににななった時になんかそこの,あの担当の方が和歌で面白いなんかあのアプリとかをちょっとアプリというかまあ、特設ウェブサイトを作ってえー、っ和歌に興味持ってもらったらどうかっていうので和歌と占いはどうかって思いついたらしいんですねで和歌と占いってやったらその生命歌うらのうちの, <laughs> のゼミのものが出てきてそれでなんかお話をしてえ実際に学園祭でも占ってもらってじゃあこれをオンラインでやれるようにしようっていうふうになってあのー 今実際にその社会とつながるっていうことがあの占いを通してですねできています。で実際ウェブサイトでお悩みを募集してですねでいろんな悩みが来るんですよ。はいで例えばまあコロナの時だとコロナでああの恋人に会えないんですけれども私たちの中はこれからどうなりますかみたいなもの <laughs> とかあるいは あの日本文学科の学生から「いや日文の学生は就職がよくない」って言ってるけど就職どうなんでしょうかとか, <laughs> かそんないろんな悩みが来るんですね。であと病気のことは結構重い悩みも来るんですけどもそういうのをこう募集してでその中から定期的に悩みをあのこちらで1つ選んでそれをゼミの学生20人ぐらいいるんですけれども全員に。 回答させてそしてそれをいいものをですねみんなで投票したりしてあの実際にウェブサイトに載せ,載せてもらっているんですね。でまあそれ,そ,のそれに対してさらに救われたとかっていうコメントが来たりとかして何て言うんですかねその御殿を実際に和放してですねそれが役に立つっていう経験ができている。 っってていうのがあってなんかやっぱ社会とつながっていくことってすごく大事なんだなっていうふうに、あのー、感じています。 でまあ、あ,のあとはあの大学院の授業で神社の天祖神社板橋東京都板橋区の天祖神社あさんの,あのおみくじを作らせてもらっていてそれ天祖神社歌うらというんですけれどもそれはあの室町時代にやっていたななあの洋曲なんかでも残ってるんですけれどもあの短冊に弓に短冊をかけて、えー、とそこに和歌が書かれていてそこから一枚引くっていうような、まあ、そういう室町時代の の歌うらを、まあ、現代にもう一回復活させるっていうことでなんか私がやってるのはちょっと温故知新といいますか昔さやっていたことを現代にもう一回また新しい意味付けをするして、えっと、現代に普及したいなっていうことをやってるのかなというふうに思います。まあ、そういうい意味ではあのー うん、古典は役に立つし、<laughs> うん、古典を社会につなげていきたいなっていうふうに思ってます。<laughs> で、まあ、今日はそういうことも、あの、皆さんとお話しできればなと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。指名してよかった。<laughs> あの、ま やっぱり PBL をなさっていることで、まあ、私も20年ぐらいやってたことがあるので、まあ、それはも,うもろにあの社会連携型のものをやった経験があるので、えー、それがまあどれだけ威力を発揮するかというのはよくわかるんですけれどもあのやっぱり今回のお話を聞いてても思うのはあの自分で得た知識を生かして、えー、それをこう役立てていくという。だから その知識をどれだけこうきっちりと自分自身のものにしてるのかな？っていうのがよく分かってくるっていう。そこが大事かなと思って、えー、先の1000人のうちの1人は私です。あの実践に行きました。<laughs> それで学生さんに占ってもらいましたね。あ、なるほどなあ。やっぱりこの知識はしっかり身についてるなというようなことが、えー、よく分かりましたので、今のお話をちょっと裏付けておきたいというふうに思います。 はいどうもありがとうございます。はいよろしくお願いいたします。あの、古典は役に立てないんじゃないかなんていうようなこと言われてますけれども、一般に役に立ってるじゃないかというような、印象になるような例ではないかなというふうに思います。えー、ままあ、以以上で、えー、ただ以上でででただ言いいいしてももうすでにろろな あの種がですね <laughs> 振りまかれているというふうに思いますが、えー、私からまあ持っていくよりもまあ一回ちょっとですね今あのお話を聞いてて私ちょっとあの人の気になるわみたいなふうなことがあればあのそれをちょっとお話しいただければどうかなと思ってなんか井倉さんがさっきからクワとものすごい勢いでメモを取っておられるのでなんかむちゃくちゃ関心持ったんだなというのがよくそばで分かったので <laughs>。 一言どうですか本当にあの社会とつながるっていうのはあの、口で言うのは簡単なんですけど、実際にそれが社会でつながる例っていうのは、ものすごくこう自分の頭の中でこう考えていかないとできないことだなって思ってたんですけど、もう平野さんの話を聞いて、とても驚きましたね。あので今本当に占いいっていうのはあの どんなこの新聞にもテレビにも雑誌にも必ずそこにコーナーがあるようなあのそしてそこで本当にそ,のそれをこう頼りに生きてる人って結構いたりしますから本当にそれに救われたっていうのは、ね、すごい話だと思ってもうた,だただただ感心してメモしてただけでございます。はい、ありがとうございましたいやでも本当にすごいと思うんですよね。 だからやっぱりなどうしても古典はもう役に立たんだろうっていうふうなことをよく言われて実学の方から言うといやいやこれはっていうふうになされるんですけれどもまあそれとは違うちょっとかなり強力なあの力を持ったそういう,こう人がここにいるっていうようなことで紹介できそうな気がしてなんか頼もしく思いましたその辺のことでなんかいるいらんみたいなふうなことなんかにもこうちょっと絡めながら えー、多分中島さんなんかありますよね、間違いなく。<laughs> あの古典のなんかコンテンツとしてのこうなんポテンシャルっていいますか、あのー、役に立たん立たんと言うけれど、お金にならんと言うけれど、例えばその日本が誇るアニメーションの。 例えば、えー、新海誠の作品であるとかあの人はかなり古典が好きな人だなというふうに、えー、作品を見てると思いますけど、まあ、そういうインスピレーションに古典文学民族学歴史っていうものが使われるっていうのは結構普通のことで、えーまあ、それでお金は儲かるよなっていうのもあるし <laughs> あとで、まあ、占いっていうのはかなりなんかそういう普通にコンテンツを生かすっていう発想から結構。 見えてないところからポンときて、えー、面白いなっていうふうに思ったんですけどその占いもやっぱり、ね、先ほどあの言われたようにみんなが実は結構いろんなところで求めていてあの、まあ、需要があるコンテンツだったりしますよね。だからあのそういうい意味では 実は役にに立つしお金にもななるんじゃないかとでうまく売りさえすれば売れるものでで、まあ、その時に多分くずし字読めたらすごく差をつけられるというかあの有利になるよなっていうのは単純に思ったりもするので、まあ、そういうなんかあの実学実学お金お金みたいな人がそこに気づいてないんだとしたらちょっと不思議だなって思うぐらい。 なんですけど、はい、でもあのそこに何かこうワクワクするような商機商売のチャンスっていうのは <laughs> あるなっていうふうに思いました <laughs> <そう> <laughs> あ,ありがとうございますあのほんとね、えー、ただ今ものすごくアニ,アニメーションもあの反映してるわけですよねもう輸出できる日本の文化みたいなだけどこれ時々思うんですよえこれいつまで続くかなみたいな。 のことをすごく思っていていじゃあこれどこからあのネタ探してくるんだっていうふうに考えていった時にやっぱ古典の世界っていうのはもうそのネタの宝庫みたいなところですからそういうところへこう入り込んでいくっていうようなそういうクリエーターがやがて出てくるんじゃないかなとでむしろ出てこないと。 もう日本のアニメも大丈夫かなっていうふうな段階にもう行ってしまうかもしれないっていうそのことを考えると日本の文化全体をやっぱり見渡した時にやっぱ古典のパワーをやっぱりしっかり生かしてもらうようなことって非常に重要かなと思っていてであの、まあ、その意味で言うと、えー、そういう,こう社会とのつながりっていうこともあるんですけど同時に歌ぶらとかこういうようなものになってくると 古典って実はやっぱりコミュニケーーションツールななんんだなというふうに思うんですよ。やっぱ人と人がつながっていくそれをつなげる力みたいなものが根本的にあってそれがお金に結びつく結びつかないはあるにしてもそういうコミュニケーションをやっぱりどういうふうな形でやめていけるのかなっていうふうなことを考えていくと。 やはりこう古典の存在意義っていうのはものすごく大きいなというふうに思うんですね。で、そういう意味でコミュニケーションツールとしてのなんかこう、古典籍とか、そういうもののあり方っていうふうなことになってくると、多分佐々木さんはなんか言いたいんですよ。絶対言いたいんですよ。もうなんか僕はもうなんとなく感じるんです。はい、えー、どうぞ。<laughs> えっと、うん、その、えー、ちょっと話が全然違うかもしれないんですけども、あの、 まあお金になその日本のそのデザインとかの優秀性とかそういうものっていうのも,もうだんだん世界に知れてますけどそのネタは和本の中にもものすごくそのたくさん詰まっているわけでそれをこう本当にあのこう外国の人に紹介するっていうだけでこう随分いろんな世界が広がってきて興味持ってもらって、うん。うん でまたこう日本に来てもらえるわけですよ、ね、それで、まあ、今もかなり京都駅やなんかもすごい外国の方がもも増えてコロナ以前っぽくなってきてるなっていうのを実感しますけれどもあのー、本当にあのそのさっきの新海誠監督のあの最後のあたりに知り合いの人の名前が同業者の名前が出てたりしてちゃんとあの きちっとこう調べた上でこう活かしておられるわけなんです、ね、でもその他のこう漫画とか見ても「こ時期だ」の何だろうとかいろいろ利用されてたりとか、まあ、この「現地物語」がまたすごくこうぎやかになると思いますけども本当使い方一つでそのお金にもなるしいろいろコミュニケーションツールにもなっていくっていうところで本当にあの使わないのはもったいないっていうのがすごくそのひしひしと感じてます。 今、神保町なんかも本当に外国の人も取っておられましたけども、あの最近、ちょっと心配なのは、日本の若い人が和本を買わなくなってきたっていうのがあって、あの30代、40代の古典籍を扱う古本屋さんは増えているんだけども、若い人が買わなくなって、お年寄りばかりが、まあ、私も含めてですけど、買う人なので、さっき心配なんですけど、今も本当に外国の人が買われていくんですね。 有名な大ン書ショさんっていう和本がたくさん扱われて店頭に行くと感動するぐらい本が積み上がっている本屋さんなんかも最近行くと日本人のお客さんより外国の人のお客さんの方が全然古い多いっていうぐらいな状況にもなってきていて海外の人が認めてるわけなんですよそれを日本人が知らないって本当にもったいないとも思いますのでちょっとそのコミュニケーションツールと話があまりつながらないんですけども本当に生かしていただきたいなと思います。 なか私の中で今の話はつながってるんですよね。<laughs> あのなんかね、古本屋さん、ちょっと敷居が高いようにやっぱ思っちゃうんですよね。学生さんにちょっと行ってごらんというふうに言ったら、まあ、その時って、やっぱりあの店主とちょっとこう話をするというのが、あのまあ、昔の商店街で買うか、スーパーで買うかの違いと同じものがあって、やっぱりちょっと声かけにくいし、なんか怖そうな顔してこっち見てるしみたいな、どうしようかなというふうに立ちろいてしまうんですよね。だけど 実はあのそこでちょっと声をかけるとねなんかいろんな話が弾んできて、うん、じゃあ君それじゃあ奥からこ,こんなんあるよって持ってきてこられましたって言っても感動するんですよこう、えー、行って帰ってきた学生がですからやっぱりこう布袋屋さん行くっていうのはそういう意味ではもう本当にあの店主とこう客私とあなたのそういうコミュニケーションの上で僕は成り立ってると思っていて。 ブロを買うという行為自体がもうすでにそうなんだろうなというふうに思ってて人と人がどうつながり合うのかなというふうなことが実感できるという意味では非常に、えー、やっぱり面白いわけですし、えー、それをこうちょっと後ろかな背中を押してあげるような、えー、機会とかきっかけとかそんなふうなものがあると、えー、随分いいんじゃないかなというふうに思いますね。 というようなお話をこうしておりますと、張、えー、本人はなんかねえ、ひと言言ってみたいってきっと思ってありますよね。どうぞ。 佐々木さんにご質問というかお伺いしたいんですけど先ほど170カ国2万5000人がそのレクチャーをお聞きになったえ実は私も聞いてるんで登録させていただきました <laughs> ですけどもこれすごい方だと思うんですよねこう海外の方がどういうさっきデザインの美しさっていうふうにお話ありましたけどどういうご興味でこれを見ていらっしゃるかっていうのはどうなんですかね ああのー、やっぱり日本好きっていう方が大変多いってのはまずあります。これは本当にあ,のありがたいことって言いますか、やっぱうアニメとかそういうところで興味を持つところからこうどんどん日本のことを知りたいって時に書物,のはあの書物を大事にする気持ちって日本が薄いわけじゃないんですけど、やっぱり欧米ってすごくそのあたりこ、研究もですけど、学問的にも深いものがあって、でのでその比較的な視点っていうか視野も今、あの あるんですけどもあのそういうところでことよくそく日本を知るきっかけとしてこう触れていくと、まあ、そ,それうにこうにいろいろ面白い本とか美しい本とかいっぱい出しているのでこう興味を持っていただいてあのどんどん広がっていくっていうそれであのちょっと最初の方が評判良かったんでもうちょっと関連するコース作れないかっていうので和紙のコースっていうのも本に使ってる和紙ならなんとかできますとか言って作ってみたんですけどこれもあの大変。あの まあ,ありがたいことでその2万5,000万まではいかないんですけど6,000とか7,000ぐらいの方が受講してくださるんですけど意外だったのはやっぱり美術家の方が紙を使っていろんなこうアート作品を作っておられる方がやっぱ和紙の素晴らしさっていうものにこうご存知でそのすごく和紙のことを知れてありがたいみたいな形でこうこう盛り上がっていて。 だからこう本当に我々が知らない価値とかそういうものも見に出してくださってより広がっていくんだろうなというようなことを感じたりもしております。そうですか。ございます。あの和本実際に手に取ると本当にその何というか存在感がすごくて学生なんかにも見せてもやっぱりなんかそれこそ本当に破本でどうってことない百円とか千円とかの本でも。 喜ぶので、かがものとしての力っていうのはすごくあるんだなっていうのを。をはい、ま実、あ、感し,しました。ありがとうございます。なんかね、私はごちゃごちゃ言わなくても、なんかお互いに相互にパン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 。えす、ー、んでいくのが私の究極の、あの <laughs>、えー。座談なんですけれどもね。はい。あの、はい、どうぞ。今もうコミュニケーションっていう話が出たんで、あの、ちょっと思い出したんですけど。 あのア,プリのクアプリのクーラーに、うん、そのつながる機能っていうのを実は作りました。<ー>このつながる機能っていうのはあまり使ったことがないかもしれませんけれども例えば、まあ、自分がこう分からないその勉強しててこの字が読めないなっていう時に、えー、この字何て読みますかっていうふうにそのみんなにあの聞くことができるんですね。そしたら、まあ、あのそれを見てた人があのその字はこうじゃないとかって言ってでそこでこう崩し字をく <laughs> あのえー、媒介としてつながりができるっていう、うん、そういうことがあったんですね。うんうん、それからもう一つあの、えーまあ、これ、小地震研究会っていうところが、まあ、このクーラーの一つの生みの親だったんですけど、<laughs> そこの,あの小地震研究会っていうのは、まあ、要するに古いあの地震の記録はあのデータがないんで、うん、古文献しかない、うん、だからそれであの、えー、手がかりを得るんだってうんですけど。うんうん そ,のクズそれは古文献の地震の文献というのはほとんど報告されてないですね。だからそれ自分たちで読まなきゃいけない。だけど膨大な数があるんですよ。これ大変だということになって、それ作ったのがみんなで本国っていうサイトなんですね。これ、地震の文献を画像でどんどん出していって、それをこうみんなで読みましょうと、どんどんみんな読んでくださいって、そういうサイトを作ったわけですね。 そうすると、そのところにもそのコミュニケーションが生まれるわけですね。うん、この,あの地震の文献読んでるんですけど、ここのところ読めませんって言ったら、あの他の人がこれはこう読むんじゃないって言って添削してくれるわけですね。うん、そうやってこう一つの崩し字を通じたこうコミュニケーションが実は、うん、あの成立しているっていう、まあ、そういう話もございました。ちなみにさっき2万5000ってすごい数字が出てきたんですけど、崩し字のアプリのクーラーもですね、我々の想像を, <laughs> を超えてですね、<laughs> 20万回以上のダウンロード数数を今あの数えております,すいあのだからやっぱり意外とこういうものってコミュニケーションツールにもなるんだなっていうのがあのやってみて分かったっていうことはございますね。 いいはいそうそう <laughs> どうぞあのその。我々がやってる、まあ、MOOC とかっていう、まあうん、マッシブオープンオ,プン,オンラインコーシーズの略ですけどもそれはあの、まあ、フューチャーランというそのイギリスに本部があるプラットフォームに KO が属していてそこで公開してるんですけどもこれもチャット機能といいますか、うん、その受講者同士でいろいろこう、まあ っていうか、講師に対して質問もできるんですけども、お互いに登録者同士で教え合うとかいうようなこともできるような機能がありましてですね、これが本当にあの最初に公開したときなんか、あまりにも書き込みが多くて、しかも全部英語なので <laughs>、ほとんど返事もなんか適当にしたんですけど、本当に盛り上がったりしてですね、そういう双方向性っていうのはこれからは大事っていうか課題ですよね。 だからもう本当にクーラーも素晴らしいあの影響力っていうかですねそこにあのミオが加わって今海外の方にもどんどん進めているんですけれどもであのご存知のようにあのミオを開発されたカラノ・ワット・タリンさん タイの方なんで「すよ源氏物語」のこう注釈で博士号を取られてた方でそれでそのこのコロナのせいでこうなんかちょっと仕事もすることができないっていうのでそれでやっぱその,そのオンラインコースでですねあのアプリの作り方っていうのを勉強されてそれであの開発されたっていうなんかまあ天才なんですけどもあのそういう強い味方というかですねもう会えるぐらいでだから本当にこれからはデジタルヒューマニティーズといい デジタルとうまく手を結べば本当にいろんな可能性が広がるんじゃないかと思います。今伺って思ったのは本当に古典の特徴はオープンであることだなというふうに思いました。であのもう当然著作権が切れているわけですから、まあ、誰がどのように使ってもよいしあので今そのデジタル の技術が発展したことによって、みんながそれにアクセスして、それを共有してコミュニケーションを取れるっていうことになったわけですよね。で、やっぱりそれって、その作者が生きているような作品とののあり方とは全然違っていて、うん、あの、もうその地球上の人類の共有財産として、そのいろんな使い方をそこから発想していけるっていう、そういうオープンさ、自由さが。 あるのがいいところだなというふうに思って、で今回のこの本もオープンアクセスにね、えー、なさったということはきっとそういうところとも通じるものなんじゃないかと思うんですけれども、まそういうなんか風通しの良さみたいなのもすごくいいところだなっていうふうに思いました。いや、フォローまで入れていただいてありがとうございます。あの実際にこの本はあの今まさに中島さんがおっしゃった通りです。あのオープンアクセスで。 本日発売いたしますが、同時にもうダウンロードできるような形になっておりますので、あの教材としてご利用いただくときにはオープンアクセスのそのデータを無料ですの、ね、で、ダウンロードしていただいて、アレンジしていただくというような形で、どんどんあのパーソナライズして使っていただければいいんじゃないか、でそういうことを、えー、むしろこう推奨したいというふうに思っております。やっぱりあのその今、 言われたオープンというのはやっぱり一つのキーワードになっていく、えー、冒頭のところちょっと申し上げたところなんですけどやっぱりあのその今時のね、えー、その和風崩の教育っていうふうに考えたときにやっぱりその非常に重要なあの環境の変化なんですよね。かつてはなかなかそんなことはできなかったけれども今まさにできるようになってきたという。 まあこういうことの、まあ、恩恵に我々よくしてるわけでだけどもえそうなってるよっていうことを、まあ、どれだけの人間が知ってるかとこういうことを考えてみますといやいやまだまだかなっていうふうにも思うわけです。ですからまずそういうふうな時代を迎えているんだみたいなふうなことを、えー、やっぱり中学生とか小学生とか小さい子どもたちにそれを触って。 いろいろ見ていただく中で、気づくことが全部出てくるんじゃないかなというふうに思いますので。どんどんこう見せて、触らせて、やっていっていただけるといいかなというふうに思います。なんかこの本を取りながら、しげしげと眺めながら、何かひらめきましたか。あの、この本。 素晴らしい今日私もいただいて素晴らしいなと思ってつくづくあの見て早速付箋なんかを張り込んでいるんですけれども。<や> その前にデジタルでも PDF でも頂戴して拝見してたんですが、やっぱり、まあ、さっきも本なしでしたけど、デジタルでも見れて、それはそれですごいオープンになってて、いつでもどこでも見れるのでありがたいんですが、やっぱりこうやって本として一つの世界として展示されてるっていうことのなんかありがたさっていうか、もうこれ今最新のもの、まあ、もちろん例えば5年、10年したらもっと新しく、あのちょっと古くなってはくるとは思うんですけど、この今この時点での この共有しているもの世界観っていうのがこの中に入ってるっていうのがすごいありがたいことだななんてなんか両方の良さを今すごい感じながらこれをパラパラと見ていましたであもう一つ言うとあの最近そのクーラーとかミオとかそういうのが出てきて私も授業で使わせていただいていてやっぱり学生はすごく反応がいいしあのそれ紹介するとすごいって っていうふうに言うんですよねなのでそういうのを積極的に使っていきたいと思うんですけどもまあでもそうなるとじゃあ女の子が読んでくれるから例えば AI が読んでくれるからもう読む必要ないんじゃないとかいう人必ずいると思うんですよね。だ,だと思うんですけどでも AI って完全じゃないんで例えば9割ぐらい読んだとしても1割分かんなかったら意味分からないんですよねってそういう意味でやっぱり読める能力っていうのをつけるのは 大事だなっていいうのを思いますし私も学生に教えていて、まあ、これ一種の外国語っていうかその、まあ、携帯認識字を認識していくそういうなんかトレーニングが必要であのなんていうか記号みたいなものになんなんか意味を持ってないものに見えたのが意味を持って見えるようになってなんか実は意外に短い時間で基礎的なひらがなっていうのを読めるようになるんで。 なんかそこら辺であの学生の自信がつけられるそういうなんか題材だと思うんですね。で私はあのアクティブラーニングでもちろんなんか主体的に個展を学ぶということもそうなんですけれども例えばさっきに出てきたコミュニケーション力ですとか、まあ、あるいは勉強の仕方っていうんですかねなんかそういうものも学べるのがやっぱアクティブラーニングの一つの方向性かなっていうふうに思ってましてそういう意味でなんか崩し字って なじ、まあ、みがこの本,本はなんか漢字があってなじみがあるにしても、うん、なんか一から始めて同じスタート地点でみんなが読めるようになって、まあ、半期とかで全読めるようにひらがなの基本的なところはなっていくのでそういう意味で学生の自信をつけるそういう題材としても面白いかなというふうに考えてます。 どどんんんこれから頑張ろううというふうになってきたんですよ、ね、あのやっぱり本の存在感って感じますよね私もあの同様でちょうど事前にあの送っていただいたやつで私が多分一番最初にこれを,にを手に取った人間だと思うんですけれどももう手に取った瞬間にああやっぱりこれはオープンアクセスでは味わえないものだなっていうふうにやっぱ思ったんですね。 重さとか厚みだけではなくって色目から考え方そういうようなものが一つの本という体系の中にやっぱ収まってくるんだなっていうその喜びっていうふうなものが感じられるっていうところが何よりかなとこれち,ちょっとだけねこの表紙お手元にある方をご覧いただいてこれが僕は今時の、えー、和本崩し字教育の姿だっていうふうなあの一応デザインのつもりなんです。 えー、真ん中のところの女の子が、えー、もうこれ巻物を開いてるんですけどこれ最初あの普通の和本のこうね <laughs> 私の本だったんですけど「洋装本かは土じかわからへん」というようなことになりましてほんな巻物にしようというふうになりましたそれから左側の女の子がアプリを触っているのは今話題になっているまさにクーラーや 身を使ってて、えー、検索ししようとしている姿ですそれから右側のところでパソコンをこう,こうやって触ってる子はまさに、まああのー、オープンアクセスにな,りなってきたそういう例えば国会図書館とかの、えー、デジタルサイトに行ってあ紹介してもらったものの前後どうなってるのかなもうちょっと見てみたいなというふうな気になってこの男の子が、えー、検索をしている。 よくよく見ていただくと刀を持っているので、これは平家物語とかの合戦端かなというふうに思いながら、本当デザイナー細かいところまで気にしてるなと思って関心をしたと。でもこういう姿が多分、あの今時のあの和音子女子を学んでいく姿の一つなのかもしれないな。というふうに思ったりしました。で、あのこういうようなあの試みっていうのも、やっぱりあの。 オンライン、ラ、ま、イ、あ、デジタルとそういう,こうアナログの,、まああのそんな2つに分けて考えるっていう考え方ではなくて、えー、両方とものいいところを使って発信しようっていうのが我々の考え方でそういう考え方にむしろ時代がやっぱ動いていくんじゃないかなというふうに思っていてでそれがあのやっぱり小学生とか中学生とかのところへ行って授業なんかするともう普通なんですよね。 こうあのじゃあこれ使っていいですよっていうふうにやってるとまあともかくあの指先のスピードっていうのは私はかなわないですねパパパパパパとかキューとこうまあ器用にものすごいスピードでやんでいくわけですねだからやっぱりそういうふうなやっぱその時代その時代その中で私たちにがやっぱり一体何を提供できるのかなあるいは向こう側から何を返してもらえるのかなっていうふうな そういう捉え方がやっぱり必要でやっぱりあのアクティブなアクティブラーニングそのものになってしまうっていうのがあの多分この,あの古典の生きた古典の面白さだと思うんですねだからあのそういうものがもともと内在してしまっているっていうことですですから一人で読むより二人で読む方が楽しいよねっていうのは同じなんですよねあの本読んだり、まあ 他のの、まあ、クイズをやったりするのでも同じだとだから私はあの謎かけの,あの本なんかをよく出題するんですけれどもそうするともう何人もで寄ってたかって寄ってたかってこう,こうなんでなんでっていうようなことをこやるわけですね。そうすると内容も読みたくなるここでなるほどと言いたくなるここで笑いたくなるっていうふうな、えー、そういうふうに心が心が動いていくようなアクティブラーニングが可能になるっていうそこかなと思う でだから理屈だけではなくてやっぱり自分でクッとしみ入るものがあってそこから一緒に話をしてみたいなっていう気持ちに、えー、なってくれるっていうなんかそれがすごく嬉しくて、えー、ですから崩し字や和音を触れば途端に、えー、自然にアクティブラーニングになってしまうっていうだからあの僕らはそういうふうなあの非常にこうあの素晴らしい 教育力を持ったものを目の前にしてるんだなというふうに思います。であの一つのキーワードとしてそういうふうなものが出てきたんですけれどもあのそういう,こう例えばですねあのその歌うらなんていうふうなものをこう扱っていったりする時でもあのこれ歌うらだけに踏みとどまらないでいろんなものへ 展開していく可能性っていうのをすごい私感じてしまったんですね。それから、ああ、やっぱり平野さんのところの学生さんのサイトに行って対話させていただいてよかったな、それによって学んだなと思って、私の悩みは何,悩みは何だったと思いますほんで、学生さん、ものすごく困ったんです、それ。そんなこと知らないよっていう顔もしないで付き合ってくれたんですよね。何だったかというと。 もう 3, 3年間あのトレーニングができなかったので、私はいつ再開すればいいでしょうかって聞いてみたんですね。そのまあ、あの歌に即していろいろ説明はしてくれるんですけれども、もう極めて個人的なことだなと思いながらも、なんていうのか、こういうおじさん、おじいさんに聞かれても、それを受け止めて、あならこういうことがありますよねっていうふうに対応できる力。 っていいうのがすすすごご身につくくんですよこれはすごくだから「古典がコミュニケーションツールだ」っていうのを先ほど申し上げたのもそういうことで問われたことに答えるだけだったら簡単なんですけれども問われたことをさらにこう膨らませながら、えー、それをこう一般化して返してくれるっていうようなこういう学習の仕方っていうのはもうめったできないですからやっぱすごいもんだなというふうにあの思って感心させられました。はい えー、そんな経験体験はお持ちの方はずばいないですよね。平野さんどうですか？ありがとうございます。えっと私実はあの若占いを今大変あの株のご評価いただいてありがたいなと思うんですけども、教育の場に広めたいなって実は思ってるんですよ。ただ占いってなんか怪しいイメージがあってですね。<laughs> なんかちょっとそのやっぱり占い抵抗が好きな方もいらっしゃると思うんですけど抵抗のある方もいらっしゃると思うんですよね。で<ー>でも今言っていただいたようにあの学生の時すごい勉強になりましていろんな <laughs> まさかトレーニングのことを <laughs> の悩みを相談されたとは思わずちょっと今びっくりしましたけどいろんな何が来るか分かんないんですよ。それを一つの前目の目前に出てきた あ,の歌とであと歌だけじゃなくて挿絵がありますのでその挿絵とそうこと絡めて何かしらお答えしなきゃいけないっていうのがすごい試練でですね <laughs> ある種三大話みたいなものかもしれませんね歌った挿絵の中からヒントを何とかこうして <laughs> 相手の方のお悩みをしかも聞くだけだとあれなので少しずつ質問するように言ってるんですよね。やっっぱりそのトレーニングした方がいいかかどうかって それだけで答えるの難しいのでいや、以前はどのぐらいトレーニングされてたんでしょうかとか、トレーニングするとどういうなんかいいことがあるんですかとか、いろいろ聞きながら膨らませて話をしていくっていうそ,その通りでした。<laughs> 質問力がつくんですよね。かコミュニケーション力。さっきクーラーのお話で崩し字についていろいろ複数の人がこうコミュニケーションするってありましたけど、歌うらも一緒で崩し字とかあるいは和歌っていうものがあって、その対象に同じ複数の人がこう同じ目を注いでいくんですよね。そうすると、一対一でこう直接向き合うよりは、なんかこう媒介があってコミュニケーションするので、なんというか。 うんと深まりやすいというか直接対決にならない感じがあってここがなんかソフトなコミュニケーションっていうのがすごくいいのかななんていうのを今お話を伺いながらあの思いましたですねなんかもう見てると心なごむな僕はあのはいどうぞ社会につながるとかどうやってこうあの崩しずつスキルをこう役立てるかっていうそしてコミュニケーションという話で あのいろいろ思い出したんですけど僕たちが時々あの聞かれる一般の方に頼まれるのは、うん、自宅にあるのあのこう読めないものをこれ何て書いてるんですかとかあるいはこういうものがあるんですけどどんな価値があるんですかとか、まあ、よそういうことを聞かれることがあるわけですよね、うん、で多分あのどなたのお家にも、えー、自分の読めないものとかですねあのうちじゃなかったら近所に何か読めないもの でもこれは何て読むんだろうとか何が書いてあるんだろうっていうそういう疑問があの生じるようなものはきっとあると思うんですよね。でもそ,それを読むスキルなんてないしってまあ放っておいてたと思うんですけどそれ読みますよっていうねあの崩、うんうん、しみ読み屋さんみたいなね、うん、あのそういうまあこれはまあ商売としてではなくて <laughs> そういうなんかあのポータルサイトみたいなね ものを考えるっていうのも一つありかもしれませんね。こうや,やり方の一つとしてね。ただ、なんか家にこうおばあちゃんのなんか手紙があるんだけどとか、読みたいんだけど読めないとか、なんかそういうものをこう何かこう助けて、ああの手助けしてあげられる可能性っていうのは、我々ポテンシャルとしてあるんじゃないかという,うにちょっと今のお話聞きながら思いました。 あのみんなで本国っていうのは、すごい盛り上がってるというふうにお聞きしたんですけど、それはあのどういう感じであの盛り上がってるのかっていうのをお聞きできますか、まあ、とにかく、ですねものすごい数の,あの、えー、本国をです,、ね、する人がいて、一人でですね何百万字ってしてる人がいて、ですねもう本当、掃除全集ぐらいの文を本国してる人もいるくらいなんですけど、実はランキングっていうのがあってですね。 あのその何文字報告したかっていうランキングがあって、それが一つのこうやりがいになっているというのがあるんです。それは大きいと思いますね。そしてもうあの地震資料がですねあの、10年ぐらいかかるんじゃない、読に年,年ぐらいかかるんじゃないかっていうのがもう年1、1、2年なんか終わってしまって、資料がなくなってしまってですね、それでどんどんいろんなあのあの福,井福井県の図書館とか、いろんなところからいろんなその資料を出して、どん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 ,どん今、 さらなる本国を受信だけじゃなくて広げてやってるんですよね。なんかそれをこうみんなでやってる感っていうのがやっぱり一番あると思うんですよ。これ読み上げた、例えば400ぐらいの資料がある、どこからかまとめて、それを今380やってます、あと20だっていう、そういうふうな感じのこうみんなでやってる感みたいなものがやっぱり。 すごいあのみんなで本国のネーミングが良かったと思うんですよね。うん、このネーミングのおかげでかなりそれあの盛り上がりの,あの要因あると思います。ありがとうございます。あのまあほんまにびっくりしますよねあの方。そうランキングっていうのは本当に面白いですよね。こう競い合うまあ,あのいい意味でのこう競い合いっていうのはやっぱりこう学びのこうモチベーションを上げますよね。 だからそれをこう,うまく組み込むとあの確かにすごくいいです。あのこういろんなもあこれがこんなふうに読めるよねっていうのをこうテストみたいなふうにしてバランバランにやってると、まあ、これだけ力がついたよねっていう,ような話にまだあるんですけれどもみんなで解いたよねっていうふうな形になって、えー、それではいとかいうふうな形になってくると、えー、すごくこうみんなのやる気が出てくるっていうようなこともありでそれをするべきあの 分量をこなしなしがらやっていくってていいくうだからそのあの一番の人にいっぺん聞いてみたらですねあなたのモチベーションは何ですか <laughs> いやでもそういうあのやっぱグループワークとかチーム学習とかそういうようなものに本当にぴったりはまってくるのであのいろんなあのこう刺激を与えてくれるようなものっていうふうにあの思ったりします。 えー、ですから、まあ、先ほどの池田、えー、さんの話の中に出てきたような古い、ね、あの手紙とかこういうようなもんどうでしょうって言ったら、もう今なんかあのファミリーストーリー、ヒストリーとか、ああいうのが流行りですから、<laughs> あうちもそうだとか言って、それは先祖辿っていったら誰かいなというような話なんですけれども、いやいや、結局みんな同じようなところに行き着いたりするんですけれども、まあ、そういうようなブームでもあるっていうようなことがあり。でただね、えー、ちょっとお話がね、 あの一つあの気になる言葉が出たので、えー、ちょっと話題にしたいと思うのは平野さんが先ほどねやっぱりえ絵、足し絵こういうようなものを見てみると、えー、いろんなことがこう発想が広がってきて、えー、読もうかなっていうようなモチベーションにもつながっていくんじゃないかっていうようなお話を、えーまあ、言葉を。 聞かせていただいて、あ私もそのとおりだなというふうに思っていて、あの多分後で和音をご覧いただきますけども、その時もやっぱり、その差し入れの持ってる、ね、イメージ、換気力みたいなふうなものと、えー、テキストから来るところのイメージの換気力みたいなふうなものと、やっぱり両方ともそのあの共通する部分があって、そのイメージの換気力みたいなふうなものがダイレクトに来るのがやっぱり差し入れかなというふうに思っていて。 その写絵とか画像とかそういうようなものの持っているやっぱり絵の持っているまあ面白さ楽しさそういうようなものがやっぱりかなり学習欲を引き上げるような気もするんですけれどもねその辺りはどうですか佐々木さん。先ほど日本ぐらい古い本がたくさん残ってる国はないってお話をしましたけれども。 そので言うと、その日本ぐらい差し絵の多い本がある国っていうのもないんですよ。これはあの異様なぐらいに日本って絵理本が多い。もう漫画が発達するっていうのも,もう全然不思議はないみたいな、もう江戸時代以前からもずっと続いてるんだなっていうのは本当に和本を見てると思うんですね。それからあの海外での和本の評価が高いっていうのは実はやっぱり絵理本が多いっていうのがそうで、やっぱり文字が読めなくても楽しめる要素っていうのが非常にあるわけで、特にまあ浮世絵。 まあ、もうほとんど不足すりっていうか一枚物か本の形してるかぐらいの違いしかないのでそういうその浮世絵コレクターが本を集めてたりとかっていうのも多いしだからその美術的な評価も高いであとその海外の,その浮世絵研究者たくさんいるんですけどもその人たちの多くは崩し字が読めないでその中でも崩し字が読める人がすごくそのやっぱり 画期的なというか中心になって研究してるっていうのがちょっと前までのその状況だったみたいなんですけど今多分読める人も増えてきているので随分雰囲気も変わってきてるんじゃないかなと思うんですけどもですので本当にあの挿絵の存在っていうのが大きくてあともう一つですね先ほど占いともちょっと引っかかるんですけど以前あの私慶応大学でそのエイリボン プロジェクトっていうのがあって、そのエリボンの国際的な比較研究っていうのを5年間でやるっていうのに、まあ、組み込まれて、さてどうしたものかと思った時に、その国際比較するときの絵として、やっぱり占いと絵っていうのもやっぱりその親和性が高いというか、それでそれで一回こうやってみたことがありまして、それであの、韓国の占いの本、 日本の占いの本とかあとまあイスラムとかっていろいろこう比べてみたんですけどもあの面白かったのがですね日本はあのさっきのその生命歌浦もすごく多いんですけどあの普通の若歌とちょっと直接関係ない占いとしてサンゼソウっていう3つの世相、うんうん、サンゼソウっていうその まあこれも中国からの来たものを展開して日本的にこう改変していったものがすごく江戸時代通じてこうたくさん版が出て全部に日本的な挿絵が入ってくるのがあってそれと非常に形式的によく似たものが朝鮮半島にもあってただし朝鮮半島は東支中っていうその。 からのですね、4つの柱っていうその支柱水明の支柱なんですけども日本で三世層が流行るのになんで朝鮮半島が支柱なのかっていうのが結局最後まで分からなかったんですけども似たようなもんなはずなのに、まあ、ち,ょっとちゃんと占いの中身まで含まなきゃいけないと分かんないんだと思うんですけどでその韓国その朝鮮半島的なものもあの朝鮮半島、はい すすごく日本よりある意味占いが人気ですよね今でも占い師さんすごくたくさんおられてで面白いのはその投資中もそんな古いものないんですけどもあの近現代までもその写本とかが作られていて。 であのその豊かな生活とかっていう理想の生活とかが差し絵になってるんですけどもそこにあの自家用車とかですねテレビとかですねそういうものがこう描かれてきたりとかしてです、ね、これやっぱこう本当にあの文字だけではないこの豊かさっていうのも実感したりもしたところであってやっぱりぜひそのやっぱ絵と絡めての,その和音の活用っていうのはこれ大事だなと思います、はい、そのあたりいかが,いかがですか 中島さんとかどうですかおあの差し入れの問題っていうのは多分あの江戸時代に限らずやっぱりあの近代でも同じですし、えー、それから今のお話の中に出てますようにもう日本海外問わずっていうふうな形でいろんなふうなあのその広がり方っていうのがあると思うんですね。絵、まあ、巻物かも全部ひっくるめての話になると思うんですが何かちょっとピピッときたようなことありますか いやあのさ先ほど後ろの和本をパラパラと拝見してた時にもやっぱり絵がすごく多くてその絵が面白いで本当になんか、まあ、白黒だったりするのが多いっていうのもあってやっぱり今の漫画とすごくこうなんか地続き感というかやっぱりこれが面白いよねみたいな感じはすごく受けましたね。でまあ、あのヨーロッパなんんかでももちろんその聖書 字を読めない人のために絵で表現したりとかっていうことはあるわけでその絵が持ってる波及力というか伝達力みたいなものはすごくあのまあ、前提としてすごく大きいと思うんですけれどもまあでもなんかああいうのを見るとすごく何て言うかあのオタクの血が騒ぐというかあの <laughs> <laughs> やっぱりこういやっぱり絵がいい。話 もういいいけど絵があると嬉しいそれでそれが紙になってると嬉しいみたいな,なんかそれをみんなで読んで語りたいみたいな,なんかそういうなんていうんですかねあの情動が <laughs> あの きっっっとと昔のの人もあああただろううなっていうのを、まあ、想像しますあとます私も結構あのイラストとか漫画を描くのは好きなんですけどあの絵ってすごく情報量が多いから描くのは難しいっていう部分があってあの例えば何でしょうそういう時代物のなんか挿絵を描こうと思った時に書いてあることだけじゃ描けないわけです。例えばその どんな服を着てるかとかどんな髪型をしてるかとか、うんえー、家はどういう作りなのかとかっていうのが分からないと描けないのであの絵の方がやっぱり情報量が多くてなんとなく読んでるものを描くのにすごく交渉が必要だったりするわけですよね。うん、でそういういののを考える上でも、まあ、その昔の 和本に書かれている絵っていうのはすごく、まあ、情報を与えてくれるっていうのもあるしであともしかしたらその時の人がいろいろ勘違いして書いてる部分もあったりすると思うんですけれども、まあ、そういうなんか江戸時代に例えば平安時代から伝わっている物語に江戸時代の感覚で挿絵をか描いてるみたいなの、まあ、そういうなんか複合的なまた面白さもあるような気がして、まあ、それはあの現代の我々がいろいろ交渉しながら漫画を描いたりあるいはもう 思い切った現代パロディを作ってしまったり、あのそういうところともまたなんか通じてくるものかなというふうに思うんですけど、まあ、でもあの面白いですよねあの。見てて飽きないなと思います。はい、どうぞ。<laughs> 今のおみくじ占い三世相の中に入ってる占いっていうことで漢詩のおみくじの本が結構入ってるんですよね。でそれやっぱり挿絵がすごく面白くてもともとは中国から来たものなんですけどその時は中国風の,あの漢人とか貴族とかが書かれているんですが江戸時代になると。 まあ、あの平安時代風の貴族とかあるいは武士たちになりますしでさらに大正時代とかになるとなんかこう大正時代の絵になってきたり。 では現代でもそのおみくじがあってその現代の漫画昭和のなんかあのお笑い漫画道場って皆さん分かりますかって <laughs> <laughs> いう感じのなんかイラストが描かれてるものがあったりとかやっぱ時代時代によってそのあのお告げになる漢詞は変わらないんですけども挿絵とかあの解説っていうのは時代によって変わって。 でそこで何か時代が現れてるっていうのがすごく面白いところなので、この差絵の比較、変遷はすごく面白いなと、可能性はな感じます。いえ <laughs>、一言だけだけど、今ねあの、私が最後のあたりで扱ったそのし卒論、修論の半分以上がリボンだったんです絵 <laughs> の,の研究、ほ,ほぼ絵の研究になってしまって、やっぱりこう、 今のこう傾向としてそれ、えー、あるんじゃないかなというふうに思いました。いや本んかこうあのやっぱり挿絵の持っているこう意味限定性みたいなものとそれから非常にこう緩やかなあの部分と、えー、その辺をまあ研究していく上ではいろいろね小、えー、分けしていきながら進まないといけないし。 都市の景観でもそれはその時の景観でいいのか新しい時代に出てもやっぱりこれは古い景観を示してるんじゃないかとか、まあ、そういろいろ難しい問題があるにしてもやっぱりその,あのその時その時のその瞬間瞬間切り取られてるっていうふうなあの意味で言えばその瞬間をどう切り取ったのかなっていうふうに見ていくとなんていうのか本物の解釈と同じように絵に対する解釈 絵の解釈学みたいな風なものがやっぱり当然あの出てくるわけですよね。だからそういうこうあの、えー、解釈の問題にやっぱりつながっていくあるいは直結しているのがやっぱりサシエのあの問題ではないかなというふうにも思って。えー やっぱりその差しを抜きにして、えー、こういうあの和本や、えー、崩し字について語るっていってもなかなか難しいものがあるでもそれをうまく使えば、えー、相当なところまでいけるんじゃないかなという気が、えー、私は非常にこう強くいたしましてありがとうございましたえー、ちょっと5分前で何かございましたら えとオンラインの方からですね、えー、とご質問がいただいております。今ちょうど絵の話があったと思うんですけれども、はい、1>, 1点目はそのエゴを重視するってその面白さっていうのはすごくよく分かるわけなんですけれども、えー、とこれは海外にお住まいの,あの研究者の方からの質問なんですが、えーとま、海外の日本研究を専攻とする、ま、学生たちには翻訳図指示の大事さを、ま、伝えるときに現代の日本例えばアニメとかあるいは文学とか だけににに興味を持っている人に、まあ、どのように日本の古典も大事だよっていうのを説明されてきましたでしょうかっていうのは佐々木先生の質問なんですが、まあ、神保町で海外のお客さんも増えているとは言ってやはり絵入りのものを買う人が多いというふうに先生がおっしゃっていたとで、まあ、そこで、まあ、き綺麗な日本の昔の絵もまあ大切なんだけれども日本の古典とか書士学をどうやって進めたらいいんでしょうかっていうのが1点目でもう1点ですねやはりあの現場の,あの国語の先生からだと思うんですけれども えー、やはり現場においてそのどうしても大学入試というものがやはりあの引っかかってくると、えー、どうしてもあの入試の重要性というものが学校現場では大切になるので、えーまあ、結局理系重視になったりするわけですが、まあえー、どうしても多教科の教員からもどうしても無駄なもののようにあの思われてしまいがちだと、まあ、差し迫った価値の創造とか発信というものがまずは必要なんじゃないか、まあ、それに関してはあのど,どのようにお考えでしょうか でしょうか。でこの二点すいません最後にお答えいただけたらと思います。じゃまずあの佐々木先生佐々木さんにその最初の方お願いします。はい。えっとまああのそうなんです、ね。まあとにかくあのまあ今の漫画がその、えー、日本に興味を持ってもらう最初の入り口。 で一致していてでその次にその江戸時代の絵理本とかにつながってってらにその中それに興味を持ってよりこう深く内容を知りたいと思ったらこう文字に。 ずし字等に読めるようになっていってさらにこう進んでいくともう絵がなくても文字だけでもこうた、まあ、楽しむっていうか学ぶことに喜びを感じてもらうようなこうこう展開というかステップをこう踏んでいくっていうのが良いのかなと思います。それであのこれはばらしちゃっていいのかって海外の,その,あのベネチア大学の学生さんたちが異様にずし字が読めたんですね。 でそうなんでこんな奇病史とかスラスラって読んじゃうんですよ。日本人の大学院生だってちょっと専門が違うと怪しいはずなのに読めちゃうんでなんでこんなに読めるんですかって聞いたらその最初に日本語を勉強する段階で今のひらがなと崩し時期を一緒に勉強する。 そうするともう形がグネグネしてるかどうかぐらいの違いしかなくてあと半の八発音の文字が多いとかいうぐらいなことでだから意味も分からずに発音記号として読む中で意味が分かってくるとだんだん読めてきてっていうような形でこう進んでいくとこれは日本人にはダメな方法なんですけども海外で最初にもう日本語と崩し字を同時に学んじゃうみたいなこれはあの今オックスフォードじゃなくケンブリッジに言られるラオラ・モレッティ先生の方法なんですけども だから本当にやり方であってその、とにかく、まあ、まあ、うまくう考えやり方を考えていって、文字の方に進んでいただけるようになるっていうのもまあ,あるのではないかなというふうに思います。あと珍しいことで、アメリカのコレクター、ニューヨークのコレクターの方で、初めてというか、絵のない文字ばかりのものを集めておられる方に出会ったことがあって、感動したんですけど、<laughs> <laughs> まあそういう方もおられるということで <laughs> す,すごいですね。 その人の筆跡は1枚しかない書状をニューヨークの個人のお宅で見てあと <laughs> とか、ね、<laughs> 思いいまました <laughs> ありがとうございます、えー、それからあ,の、ねあのえー、と後の方もそうなんですけど、まあ、受験とかいう,、まあ、こう現実はあるわけですよね。でそういう時にどこへあのちょっと組み込んで試してみようかなというふうに思っても。 そんな組み込んでみようかなって思う時間もそんなにないし一コマやれないしみたいなふうなことになった時にやっぱりあの例えば10分20分ぐらいでちょっとお試し版みたいなふうなものがあったりすると、えー、それをこう一つのきっかけにして、えー、興味を広げていったりとかあるいは次の,あの、えー、本教材の方へ入っていく時の導入にも使えたりという、えー、そこで。えー 再び登場してままいります、はい、この本の入門編と教材編というふうに分かれてましてその教材編の方は本当に短い時間でパッとこう読んでみるっていうようなことでその興味面白さっていうふうなものを喚起していくことができるようなだから見開きで掲載しているそれからその後ろにすぐ解説がある。 でその解説もですね、実はこれを音読していただいたら授業ができてしまうという、そういうような作り込み方をしているので、えー、短い時間の中で、あるいは、えー、その授業の進路の中で、えー、その状況に応じて、こういうような教材があれば、そういうものを使ってみることもできるんじゃないだろうか。 えー、ぜひともそういう意味で、えー、なかなか窮屈なカリキュラムの中でやるのは大変だと思いますけれどもあちょっと20分ぐらい空いたなそしたら古典の面白さについて伝えてみようかなっていうふうに思ってくださったら、えー、こんなふうな教材を出してみます。ただこここれはははでで終わるものではなくてて、えー、我々としては 教育プラットフォームみたいなものを作ってそれをダウンロードしていって皆さんでどんどん使っていただけるようなそういう,こう、まあ、隙間時間も利用できるというねそういうような教材をどんどん作り出してそして提供していくことによってそういうものにさらに一層興味を持っていただくような機会にできるんじゃないかなとで、まあ、それの第一歩がこれなんだと。 というふうに、えー、思っておりますので、えー、皆さんこれを使って、えー、この古典の面白さをどんどん発信していただければというふうに思います。えー、あのお答えになっているかどうか分からないんですけれども、えー、以上でございます。それで、えー、いよいよもう時間の方もまいりましたので、えー、この座談会を閉じなければならない時間帯になってまいりました。おそらくですねねこれのの講演とか、ね、あのまたあの 後でお読みくださいねでそうするとあああの3人の先生方の今日は間違いなく素顔を見たというふうに思われると思います。私は座談会の一つの,こうあのいいところっていうのはあのそこの登壇者たちのやっぱり素顔がふっふっふっとこう見えてくるところかなというふうに思って。 ちょっと突然振ってみたりしていましたけれどもやはりあの、えー、優秀な役者が並んでいると、えー、ディレクターは楽って言いますけど本当にその通りですねあの今回やらせていただいてやはりこう名演技を皆さん方発揮していただきましたので、えー、おそらく、えー、この場、えー、終了いたしましても、えー、皆さん方の中にはですね、えー、こういうことをもっと 積極的に広めていきたいなというふうに思ってくださったのではないかなというふうに思いつつ、えー、座談会を閉じたいと思っておりますいかがだったでしょうか発信していきたいというお気持ちになれましたでしょうか <laughs> ちょっと強引でしたそれでは終わらせていただきますありがとうございました